まあ、無駄な時期があったからこそ、今のやり方とか考え方に行き着いたわけで、まあ、無駄なようで、無駄じゃない時期だと思ってます。まあ、これが僕の生活環境で行き着く最速の成長スピードだったんですよ。ルールル、ルル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 はい、どうも。新宿2丁目最強のバルク、博士文です。はい、皆さんお久しぶりです。今日は久々の淡々と話す系の動画ですね。で、今日話す内容はね、すごく長いんですよ。伝えたいことがたくさんあるんで、いつもと比べると長い動画になっちゃうかもしれませんけど、まあ、ご了承くださいと。で、今日話す内容はですね、筋トレ大好きトレーニーに伝えたい、今すぐ、幸せになれる、誰でもできる幸せの法則についてお話ししていこうと思っています。いやーね、とうとう宗教的な話になってきましたね。うん、でも、いいじゃないですか。はい。では、誰でもできる幸せの法則についてお話ししていきます。まず、先に答えを言ってしまいます。誰でもできる幸せの法則。それはですね、思い込むことです。思い込むこと。うん。これが、すべてです。なんか、やばい感じしますか？幸せになるか、不幸になるか、思い込みで変わるということですね。うん。それはもう自分が選択して決めているんです。筋トレに例えてお話ししていきますね。まあ、筋トレで例えるならば、まあ、種目は何でもいいんですけど、マックス重量に挑戦する時です。上がると思い込んで、まあ、言い聞かせれば大体上がるもんなんですよね。前回デッドリフト200キロ引けたから今回は300キロ挑戦っていうのは違いますけど、まあ、2.5 キロ刻みとか、あと5キロ刻みならば、まあ、思い込むことによって、まあ、未知の力がね、発揮されて、まあ、成功できる可能性がぐんと上がるわけなんですよ。で、どんな種目もまあ、マックスに挑戦するときはね、まあ、怖いもんですよ。うん。でもそこでワクワクゾクゾクするくらいのメンターの人が成功させることができる。で、挑戦する前から重そうだとか、大丈夫かなっていうね、ネガティブな考えを持つ人は、まあ、発揮される力がね、脳みそによって抑制されてしまうんです。マックスに挑戦する際は、やる前に勝負の8割が決まってると思ってます。まあ、自分を信じるんです。上がるってね。で、最初からダメだよとか無理だよとか絶対上がんないよとか言ってる人は絶対に上がりません。なぜならば、まあ、自分で上がらないと決めているからです。もう一つ、筋トレしてる最中にターゲットで狙ってる部位を意識するんです。まあ、ただの動作になっちゃいけないということです。強くその部位を意識するんですよ。でかくなれ、頼む、強くなってくれってね、念ずるんです。補助者がいれば、まあ、ターゲット部位をつついてもらったり、触ってもらったりするんですよ。そうすると、まあ、その部位を意識しやすくなります。翌日ね、素晴らしい筋肉痛になってることでしょう。僕が筋トレ中、まあ、伸ばし切ったり曲げ切った時に、筋肉を硬くさせる意識を持つってね、まあ、筋トレの動画化解説の時によく言ってるんですけど、筋肉を収縮させた時にその部位を鍛えてるって強くイメージしやすくなるからなんですよ。まあ、筋トレはただの曲げ伸ばしの運動にはなってはいけないんです。でかくなれってね、強くイメージするんですよ。まあ、全然理論的ではないんだけど、まあ、自分を信じて強く念ずることはね、でかくなるための大切な条件だと思っています。まあ、この意識一つで体は変わってしまうんですよ。ましてや幸せになるかならないかっていうのは、まあ、メンタルの問題になってくるので、無理ってね、思ったら本当に無理なんですよ。はい。じゃあ次は私生活においてのお話をしていこうと思います。じゃあ、例えば、用事があって急いでたとしましょう。まあ、電車に乗れるかどうかっていう場面で、電車のドアがね、目の前で閉まってしまって、行ってしまった。大体の人は、ああ、もう、うぜえ、俺が乗ろうとしてたの、見てなかったのかよってね、口にしたり、思ったりしますよね。もうね、その時点で、あなたにはね、負のオーラが、まとっているんです。周りにイライラをね、撒き散らして、まあ、誰も寄ってこなくなります。嫌なことがあったら、まあ、誰かにこの気持ちを共感してもらいたくなって、SNS に書き込みますよね。それ、絶対にダメです。周りにいますかね？常に人の陰口、悪口、日常のイライラなんかをね、周りに言いふらして、めっちゃ人気者の人って、いないですよね。人気者って、まあ、常に明るく振る舞って、まあ、ポジティブな発言して、まあ、いつも笑顔でいる人じゃないですか？うん、それは SNS でも同じですよね。同じような人が集まってくるんですよ。人の悪口を言うようなアカウントには、まあ同じように悪口を言うアカウントが集まってくるし、まあ常に明るく振る舞って物腰柔らかい人には、明るく振る舞ってる人が集まってくるんですよ。暗いところには暗い人が集まって、明るい人には明るい人が集まってくるっていうわけです。まあどっち側の人間になりたいかは自由ですけど、まあそれは自分で選択ができるということなんですよ。まあ先ほどの例だと目の前でドアが閉まったら、まあこの出来事には何か理由があるはず。今あったことを SNS に面白おかしく書いちゃおうとかね、暗く書いちゃダメですよ。
面白おかしく変えちゃおうとかね。うん。まあ、僕だったらそっちやるかな。とか、あと駅のトイレに戻って髪型セットしちゃおうとか、あと、子連れの親子が近くにいるけど、赤ちゃん可愛いな、癒されるな、とか、もう何でもいいので多少強引でも構わないので、ポジティブに捉えるんですよ。僕がこの前あった場面は、家をギリギリに出て、ああ、電車来ちゃうってね、まあ急いでた時なんですけど、まあどこかでね、見覚えのある顔が近づいてきたんですよ。その人は、まあ十何年も会ってない中学校時代の部活の先輩だったんですけど、今急いでるんでってね、手を振ってそのまま先行っちゃったんですけどね。僕、まあ、先輩も気づいて手振ってくれてたんですけど、僕は結局電車には確か間に合わなかったんですけど、まあその時ね、神様が久々に先輩と会わせてくれたんだって、もうお互いすっかり大人になって、まあ忙しい中簡単に手を振って、僕頑張ってます、先輩もお元気でっていうね気持ちを伝えられたし送れたし、まあ、僕はちゃんとね先輩のなんか気持ちを受け取れた、よかったあの時間に家を出てってね、そう思ってましたもん僕。もしね先輩とすれ違ってなくても、まあ何かしら理由をつけてポジティブに捉えて自分を納得させていたと思います。日常起こることに意味のないことなんてないんですよ。すべて何か理由があるはずなんです。それはダイエット中も、まあ、増量中もすべてです。僕は過去に全く食べないで、まあ、食事を減らす一方のダイエットをしていた時期もあったし、オフシーズンは何でもかんでも食べる食事をしていた頃もあります。もちろんダイエット中はヘロヘロになってやつれていくだけで全然絞れていかなかったし、オフはもうブクブクになるだけで全然でかくはなんなかったんですよ。まあけどね、まあ、そんな痛い思いというか、まあ、無駄な時期があったからこそ今のやり方とか考え方に行き着いたわけで、まあ、無駄なようで、無駄じゃない時期だと思ってます。まあこれが僕の生活環境で行き着く最速の成長スピードだったんですよ。気づけたならいいじゃんってね思ってます。うん、何も気づかないまま筋トレやり続けて成長ができないね、人がいる中俺は気づけたんだから幸せだよなって思ってるんですよね。じゃあ次は食事についてのお話をしていこうと思います。あれは食べちゃダメ、これは体に悪いってね、まあ、食べ物を目にしたらこう考える人いますよね。まあでも何でもかんでも口にする方がストレスになる人だったらそういう風に考えた方がいいかもしれないですけど、でも考えすぎてビクビクしながら食べるのが一番良くないです。パワーをくれるものを食べて、まあ、元気いっぱいになれるんだったらそれでいいじゃないですか。マックのハンバーガーやあとコーラの味が忘れられなくって離れられないという人は、まあ、気にせず食べればいいんですよ。気にしちゃダメ。ビル・ゲイツやウサイン・ボルト、タイガー・ウッズなんかもマック好きで有名っていう話は僕も聞いたことがあります。うん、体操の内村航平さんは、まあ、ブラックサンダーっていうチョコレートばっか食べてる話は有名なんですけど、皆さんはご存知ないでしょうか。野球のイチローさんは無理して栄養のいいものを食べても、まあ、それが本人の意思と反するものなら逆効果って言ってるんですよね。これは僕も大いに賛成で、まあ、美味しいと思って食べるものと、あとまずいと思って食べるもの、どちらも同じものでも、まあ、美味しいと思って食べたものの方が栄養の吸収率ってのは、高まるんですよね。だから料理にレパートリーを増やして、まあ、味に飽きさせないだけでも体の成長は格段に早まるはずだと僕は思ってます。飽きない人はいいんですよ。だけど同じものをね何週間も何ヶ月も食べてたらさすがに飽きちゃいますよね。ってことは同じプロテインでも味のないプレーン味よりかは味のついているプロテインの方が、吸収率は高まるということですよね。まあどうせ飲むなら吸収させたいですよね。無理して苦手なプレーン味飲んでるくらいなら、まあ少し高いお金出して味付きのプロテインを買ってね飲む方がいいとは僕は思いますけど。何年か前のニュースなんですけど、まあ毎日ね3本の炭酸飲料を飲む、まあ当時104歳のおばあちゃんがね、まあそれを注意した医者はみんな先に死んでいったってね言ってるニュースもありました。好きな食べ物を食べて、まあ、元気をもらって、まあ、もし食べることにね、まあ、どうしても心配になってしまう方がいれば、まあそれはね、簡単に対策をすればいいだけの話なんですよ。糖質や脂質の組み合わせが怖かったら、各社、まあいろんなメーカーが出してるカロリーブロッカー、カロリーブロッカーっていうのは、まあ炭水化物だったり、取った脂質を吸収させないで、そのまま通り流しちゃうっていうね、サプリメントっていうのがまあカロリーブロッカーなんですけど、まあそういうサプリメントを取ってみたり、と食べる前に筋トレをして、まあインスリンの感受性っていうんですけど、そういうのを高めて、まあ、取ったね、炭水化物がなるべく筋肉に届くようにしてあげればいいじゃないですか。筋肉はしっかり維持させなきゃいけないので、まあ食後にはね、まあ簡単にプロテインなんか飲んでタンパク質量をキープしてあげれば問題ないです。何を食べようと、これは筋肉にいい食べ物なんだってね、強く思い込んで食べれば、その人にとってはお菓子であろうと、ケーキであろうと、筋肉にいい筋肉フードになるわけなんですよね。
ストレスを抱えて食べている方がよっぽど悪影響です。食は、人生において楽しみの一つだし、一週間にね、何十回も行う行為だから、ストレスを抱えて食べていていいことがあるわけがない。しかもハンバーガーとかコーラとかいわゆるジャンクフードに入っている添加物はね、まあ体の解毒機能がしっかり働いていれば全く問題ないし、何十年もね、食べ続けなければ問題にはならないと思います。なので、食事においても、思い込みがね、幸せな生活を送れるかどうか左右すると僕は思っています。では最後に、今すぐ幸せになれる、誰でもできる幸せの法則についてのまとめをしたいと思います。幸せの第一歩は思い込むこと。思い込んだらそのための行動を取るはずだし、周りにもその思いにつられて似たようなね、ものが集まってくるんですよ。それは筋トレにおいても、日常生活でも全て同じだと思っています。例えば、憧れてる選手がいたとしましょう。わーすごいなー、パチパチパチ。みたいにね、思ってるうちは絶対にその人みたいにはなれません。俺だって絶対にできるはず。俺はこんなもんじゃない。俺はこんなところにとどまらない。俺の居場所はここじゃねえんだってね、思い込んでる人は憧れの選手に近づいて、いずれは追い抜くんです。それは今の自分の成績とかっていうのはね、関係ないです。全く勝てない時代から思い込むことが大切なんですよ。何年も月日が経って、まあ、自分を信じてそのための行動をとっていった人間が昔と同じ立ち位置に入れると思いますか？うん、そんなのありえないですよね。競技に関しては、まあ、自分を信じて思い込む人が勝ち上がると。口では尊敬してるとね、言わなきゃいけないかもしれないけど、本心は、くっそなんでだって、俺はこんなもんじゃないのにってね、思ってる人は勝ち上がると思ってます。日常生活に関しては、まあ、どんな出来事があってもね、まあ、何か意味があるんですよ、それには。うん、すべての出来事に、ラッキーってね、変換すれば一日いいことしかありません。最初からすべての出来事に対してラッキー運がいいなって思うのは難しいですから、そう思おうとすること、習慣にすることですね。そうすれば僕みたいな、まあ、めったにね、傷つかないメンタルになるはずです。食事に関してまとめると、食材に感謝して食べれば、まあ、ジャンクフードであろうと、己の血となり肉となるんですよ。食べたいものを食べればいい。この世のね、すべてに通じる法則。そう思ったら、そう。SOS の法則、幸せになるのも不幸になるのもいい気分で、まあ、一日を終えるのか、もやもやした気持ちで一日を終えるのか、すべて、まあ、自分の選択で決まるんです。そう思ったら、そう。はい、じゃあ皆さんもご一緒に、そう思ったら、そう。はい、そうです。これで幸せは自分のものになるでしょう。幸せはあなたのものです。おめでとうございます。はい、という感じで今回の動画はこれで以上になります。少しでもいいな、参考になったなと思ったら高評価ボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、あとブログもやっておりますので、そちらの方のチェック、あとフォローもよろしくお願いいたします。そして、最近 LINE アットを始めました。LINE アットに登録すると、まあ、イベントの情報だったり、あと物販の情報ね、これから T シャツだったり、いろいろと売り始めるので、そういう情報だったり、あとここに行けば僕に会えるよっていう情報、あとバーよく開催するんで、その情報だったりっていうのを手に入れることができますので、LINE アットの登録よろしくお願いいたします。概要欄に貼ってあります。はい、コメントもたくさん待ってます。てな感じで今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。フリーダイヤル01207777の777商品買ってね、今すぐに。ででん。